次世代戦闘機開発で、日本、イギリス、イタリアの共同開発が正式に発表されました。これまで、イギリス空軍主力のユーロファイタータイフーン1種の多数の戦闘機エンジンを開発してきているイギリスで、菅、テンペスト計画において、エンジン開発に難航しているロールスロイス社。スリム化、大出力、ステルス性を備えた、日本の IHI 社製 XF9 エンジンが完成しました。世界標準クラスの数値を示しました。今回は、日本の XF9 エンジンと、イギリスの機関部開発の取り組みについて、詳しく見てみましょう。2022年12月9日、日本の F2 戦闘機の代替えとなる次世代の戦闘機を、日本、イギリス、イタリアの3カ国によるグローバルコンバットエアプログラムと名付け、共同で開発することが正式に発表されました。次世代の戦闘機を共同で開発する、この国際的なプログラムでは、日本の F2 戦闘機、イギリス空軍とイタリア空軍が運用しているユーロファイタータイフーンの後継機として2035年頃までの配備を目指しています。日本の F2 戦闘機の後継機としてこれまで次世代戦闘機と呼ばれてきており、その開発にはもちろん日本側が主導権を握りながらも当然アメリカとの共同開発の見方が強かった。アメリカのいわゆる第5世代戦闘機と言われているロッキード・マーティン社製の F-35 ライトニング2の存在感は偉大で、次世代戦闘機の開発においてもベースとなるのではないかと注目されてきました。今回のアメリカが開発に関わらないのは異例である。しかし2020年末頃からイギリスのユーロファイタータイフーンの代替機の開発を行うBA システム社が主体となっているテンペスト戦闘機開発計画にイタリアを含めた新たな開発の形が浮上したのです。イギリスの BA システムズ社を中心に行われているこのテンペスト計画では日本の参加を希望する声もあり、次世代の戦闘機開発のヨーロッパを代表するプロジェクトにしたい思惑があったのではないでしょうか。こうしたことは、フランス、ドイツ、スペインが進めている FCAS、フューチャーコンバットエアシステムと競い合うように、イギリスが主導するテンペスト計画への参加国の増加を推進したいと、希求していたことが大きかった。こうしたイギリス側の思惑と同様に、日本側でも、次世代戦闘機の開発には、日本主導で、最優先可能な技術支援先を模索していたこともあり、イギリスと日本、お互い両国の政治的な次期戦闘機をめぐっては、図らずも利害関係が一致した形となった。こうしたことから、この3カ国で共同開発することで、バランスの取れた対等な立場で、ステルス性能などの技術を集結し、効率的で優れた戦闘機開発ができると期待されています。日本とイギリスは、2022年初頭より、次期戦闘機のジェットエンジン実証機開発を指導し、日本から、三菱重工業社、IHI 社、イギリスからは、ロールスロイス社、BA システム社が、開発に加わることになりました。今回の GCAP、グローバルコンバットエアープログラムでは、日本は、三菱重工業社が、主契約社となり機体を担当し、IHI 社が機関部を、三菱電機社が電子機器を担当することとなりました。そして、イギリスの BA システム社が、機体を、ロールスロイス社が、機関部をレーザー、センサ部の電子機器等をレオナルド社が担当し、イタリアからは、レオナルド社とアビオエアロ社などの企業が開発に参加します。イギリスのロールスロイス社といえば、テンペスト計画でも機関部を担当していますが、このエンジンの開発に難航していると言われており、
実証機を含む試作の機関部が完成したというような話も、これまでのところは聞こえていませんが、イギリス空軍主力のユーロファイタータイフーンに搭載されている機関部、EJ200 の大元の設計を担ったことでも知られ、これまで多数の戦闘機エンジンを開発しており、世界的なエンジンサプライヤーである。2021年に開催された軍需品の展示会である DSEI2021 では、テンペスト計画で採用が見込まれる機関部とは、空気の吸入量が毎秒 100kg 以上、2000度以上のタービン入り口での高温に耐える能力について注目を集めた。これらの過程で、機関部に発生する熱を適切に冷却する冷却性能と、敵のレーダーセンサ等の探知から、機体そのものを目立たなくすることも、同時に求められており、その意味でのステルス性能の追求、及び発電能力の向上が、ポイントになっている。現行のユーロファイタータイフーン搭載の機関部、EJ200 に比して、10倍以上に相応する電力供給能力と、レーダーセンサ類のアビオニクスに使用すると同時に、将来的なエネルギー兵器に対応可能な性能が検討されています。このように、イギリスのロールス・ロイス社では、テンペスト計画に向け、機関部の開発に対し、著しく電力を消費することに対して、スモールコア電力、熱制御、推進効率や燃費なども含め、様々な取り組みが行われています。一方で、日本の IHI 社も、次世代戦闘機に搭載するエンジンについては、2010年から、現在の防衛装備庁と一緒に、ハイパワースリムエンジンを、基本コンセプト XF9 エンジンの開発を進めてきました。IHI 社における XF9 エンジンの開発は、大きくは、3つの段階に分けて、開発が進められ、最初は、2010年から2015年にかけて、高温に耐うる燃焼機と、高圧のタービン、そして、軽量なコンプレッサーなどの、主要な部分から始められ、第2段階は、一部の機関は、並行しながら、2013年から2017年にかけて、第3段階では、ここでも、一部の機関を並行させつつ、2015年から2019年にかけて、第1段階、及び第2段階で得られた技術的な成果をもとに、戦闘機用のエンジンとして、試作機の XF91 エンジンが完成した。この時期戦闘機開発の一環として、開発を進めてきた、実証実験機用に開発した XF9 エンジンは、タービン入り口付近の高温に対する耐熱性、大きな電力消費に対する発電能力や、ステルス性の確保に対する推力に関して、次期戦闘機に十分に対応し得る品質であり、すでに2018年に IHI 社が防衛整備省に納入しています。そこで製造された XF9 エンジンは、地上での動作確認ではあるが、アフターバーナーの使用時には、最大推力約15トン以上、空気吸入用のタービンの入り口付近の温度でも、約1800度を記録し、世界標準クラスの数値を示しています。タービン周りの部品に、ニッケルコバルト元、ニッケル単結晶調合金、セラミック元複合材などの素材が使用されており、その加工技術など優れた工作工程が、当時も大きく注目された。2018年6月に、防衛装備庁へ納入された後、およそ2年間にわたって、その動作と性能を検証する作業が続けられ試作機ではあるが想定されていた、数々の数値を見事にクリアしました。XF91 エンジンは、一般的な特性として、全長が 4.8 メートル、空気取り入れ口直径が 1.0 メートルで、アフターバーナー使用時の推力はおよそ 15.0 トンであり、将来の大型化、または小型化にも耐える設計になっており、実用機に採用する際は、要求によって最適化される。
アメリカのプラット・ホイットニー社が開発した F135 エンジンは、F35 ライトニング2に搭載されているアフターバーナー装備のターボエンジンで、全長が 5.59 メートル、ファン入り口部分の直径が 1.09 メートル、アフターバーナー使用時の推力はおよそ 19.5 トンとなっている。この2つを比較してみると、XF91 エンジンは双発、F135 エンジンは単発という違いはありますが、それ以外はほぼ同じサイズで、XF9 エンジンの方がややスリムに仕上がっています。日本には陸上で高高度での戦闘機用のエンジンの状態を十分にテストする設備がなく、このようなテスト設備での正確な検証が行われていないこと、XF91 エンジンは試作機であることから、これらの数値はいずれも地上で実施した検証結果で得られたデータではあるものの、最新のアダプティブサイクル方式を採用しており、エンジンそのものの大きさに比して高出力を誇っている。アダプティブサイクル方式は、搭載した機体が上昇、巡航する、戦闘時の高機動を行うなど、様々な異なる条件下でも、最適な性能を引き出せる工夫がされており、F35 ライトニング2の F135 エンジンよりもコンパクトである。この XF9 エンジンがコンパクトになったことで、搭載する機体にとって、燃料の増加や兵装を増加させるなど、空間を用途に応じて運用することが可能になるでしょう。ロールスロイス社といえば、艦艇搭載用の機関部を多数手掛けるなど、高い技術力を持っているが、テンペストにおいて、機関部の開発で難航していたと伝えられており、戦闘機における機関部の開発が、いかにハードルが高いかを考えさせられました。ロールスロイス社のユーロファイタータイフーン1式の量産型の戦闘機のエンジン開発でのノウハウと、XF9 に詰め込まれた日本の技術が、共同開発の中で、どのように活用されるか注目されます。